吉江さん、おはようございます。そうですね、工学塾が稼げるか稼げないかといったら、まあどっちとも言えないですね。ただね、無料だろうが有料だろうが高額だろうが、その商品とかね、そのサービスの中に自分の求めている問題解決があればですね、どれでもいいと思うんですよ。でもそれがよく分かんないままに、あ、高額塾だから儲かんじゃないかなとかね、無料だから儲かんないよみたいな、この先入観ね、この先入観が自分を支配している以上は、まあどうにもなんないですね。その先入観のね、やっぱり私は先入観の犠牲者だと思うんですよ、ほとんどの方は。だからその先入観に打ち勝って自分のものを見る目をね、まずは養っていかないと、高額塾入っても同じじゃないかなと思うんですよ。だってやっぱこうね、ぶっちゃけ吉谷さん、あの例の本ね、買えばいいですよね。情報商材マニュアル、吉谷さんの書いたこの分厚い本、あれを買えば、まあ全て入ってるわけですよ。で、あと世の中にある無料情報、これでも全然稼げるわけですよね。だからお金を出して商品を買うってことは、そのサービスもしくはその商材の中身をもうすでにね、自分が認識して受け止めて、ここには必要なものがあるっていうふうに自分で解釈してね、買ってるはずなんですよ。で、そのね、自分の見る目がないのを棚に上げて、高額塾では詐欺だとかっていうのはやっぱり違うと思うんですよね。まあですんで、吉谷さんのこのフリーの動画いっぱいありますよね、無料の動画。そこで吉谷さんの人間性ですとか、それから塾のね、進捗とか、それが正直なのか嘘なのかってことを自分で判断して、さらに自分でクリックして動画を見て確かめて、よし、大丈夫だなと思った方が、お支払いをする。しかもそのお支払いのフェーズっていうのも、安い300円台からね、何十万、何百万っていうのはあるわけじゃないですか。で、自分で選んで買えばいいわけですよね。だからそう考えると、まずはね、ビジネスの第一歩として、自分がこれから買おうとしている商品に対する目利きができることが一番かなと思うんですよね。一番最初にやるべきこと。で、いきなりは分かんないです。ですから、最初は掴み損ねると思うんですよ。それが普通だと思うんですよ。掴み損ねて掴み損ねて掴み損ねて、自分と欲とそれから欲求のこのね、バランスを確認していくってことですかね。美味しそうに見えても美味しくないものって結構あるわけですよね。だから食品サンプルが優れていたりとか、自分が頭の中で思い描いてることとかね。で、実はこんなエピソードがあるんですよ。近所のスーパーで私ね、お肉を買ったんですよね。結構高いお肉を買ったんですよ。でも筋だらけでちょっと美味しくなかったんですよ。これはダメだなと思いましたね。で、今度はお肉の専門店の方に行きました。さすがにお肉美味しいんですよね、どれもこれも。でもお肉以外のその専門店行くと、お肉以外の商品っていうのはいまいちなんですよ。日配品にしてもパンとかね、他の惣菜にしてもいまいち私の好みじゃないんですよ。まあそういうところがあるんじゃないかなと思います。まあ、それをね、話を戻すと、吉谷さんの、例えば吉谷さんの商品やサービスの中で自分に合うものがあったら、それをまあ購入すると。で、そして別のところでね、速稼塾とは言わないですけど、別のところで自分に必要なものがあったら、それに、まあ、手を出すというか購入すると。で、組み合わせて自分の問題解決ができるっていう方法もあると思うんですよね。で、全くのスカもあると思います。ただね、どうですかね、吉谷さん、今ね、そのインターネットの中にそんな詐欺とかっていうのは逆に探すのが難しいと思うんですよ。というのがね、某有名な人の中にも、販売する商品、販売する商品、犠牲者しか出ない、被害者しか出ない商品を出してる人もいるんですよ。でも未だにセールスが、新規のが立ち上がって、それが売れてるんですよね。これ何なんですかね。だって今まで商材の一個たりともうまくいってない人がまた商材出したら売れるわけですよ。何なんですかね、これ。で、評判もすこぶる良くないんですよ。でもまた買う人がいるんですよ。これ不思議ですよね。で、あとね、やっぱり誠実に正直に継続力を持ってやってる人がずっといるわけなんですけども、その人の商品っていうのは少なくとも本当に稼げる方法なんですよ。でも、じゃあ毎回毎回信頼が高まっていってるかって言ったら、やっぱり正直に話すから買わない人の方が多いですよね。不思議ですよね、そういうのはね。吉谷さんも感じると思うんですけども、まあ吉谷さんのね、ドリームアカデミアなんて珍しいわけですよ。真っ当にやってるわけですからね。真っ当にやってて珍しいですよ。
本当にすごいと思います。でじゃあ業界一番になるかって言ったらならないんですよね。正直にやってるからならないですよね。このパラドックス、このジレンマどうなってるんだ。それはひとえに情報を受け取ってる人のまあセンスであり先入観、それだと思うんですよ。まあ多くの方は先入観の犠牲者なのかなと思いますよね、うん、NHK をぶっ壊す。選挙に行ってきます。支払わなくて大丈夫です。まあ NHK も先入観ですよね。この NHK の視聴者さんもなんかね思い込んでいませんか。 NHK の受信料の支払いは国民の義務ではありません。受信料を支払わなくて大丈夫です。 NHK を見ていなければ支払わなくても大丈夫、うん、ね、そういうことですよね。 NHK テレビを買ったら払わないといけないんじゃないかなと思ったらそうではないです。 NHK と契約する義務はありますけども支払う義務はないというね、このなんかね安倍方式ですよね。これもなんというか、まあ、安倍さんに NHK に関しては安倍さんには罪はないのかもしれませんけどね。はい、人はね先入観の犠牲者ということでございます。以上です。